日本社会党は明治期の政党の一つ、日本で最初の合法社会主義政党である。1906年2月、西川幸二郎らによる日本平民党の決闘が認められたのに続いて、坂井敏彦らを中心に日本社会党が結成される。先月発足されていた西恩寺内閣から社会主義対策が変わったと見た両党は、 1906年2月24日、東京京橋区の平民病院にて、第一回の党大会を催し、日本社会党を結成した。戦術の大会の参加者は35人、党員も200人に満たず、近代的工場労働者もほとんどいなかったが、党活動は盛んだった。同党は、社会民主党や平民者の議会主義を受け継ぎ、党則第一条を、本当は、 国宝の範囲内にお手社会主義を主張すとした。機関紙は、決闘前から存在した光と平民新聞、そして高徳州水が1907年1月15日に創刊した日韓平民新聞である。決闘直後から東京市で値上げ反対運動など積極的に大衆運動を展開したが、米国滞在中にアナルコサンディカリズムの影響を、 受けた高徳が帰国し、ゼネラルストライキによる直接行動論を党内で提唱すると、これに反対して労働者による普通選挙運動を主張する田添哲次らの議会政策論との対立が激しくなった。1907年2月5日、高徳は自身の観光する日韓平民新聞で、洋が思想の変化を発表し直接行動論を主張。 同月14日にはたぞえも議会政策論を表しこれに反論した。3日後の17日に開かれた第二回党大会において直接行動、議会政策両派の対立がありながら、党則第一条を社会主義の実行を目的とすに改正。これに対し政府内部では山形ありともらの取締り強化の要求にこうすることができなくなり、1907年2月、 内務大臣は安寧秩序に妨害、ありと任務るとして治安警察法の適用による結社禁止を命令し、これに伴い解散となった。ありがとうございます。